陛下、馬が貝場を食べ終わりました。そうか。陛下、もうすぐ狩場の中心部に到着します。そろそろ馬に乗られた方が。もう少し待て。お前が見ていないと気分が乗らないんだ。陛下、前方の森に猛獣が現れました。ですがご安心ください、我々がお二人の安全をお守りいたします。勝つためとはいえ、大所帯で来たのは失敗だったな。これでは二人きりの時間がなくなってしまう。いっそのこと二人で逃げ出さないか。反対しないということはいいってことだな。馬車を止めろ。脱出計画成功だな。お前と二人きりになりたかったのに、どこに行ってもあいつらが付きまとってくるから大変だったよ。審判が職務を放棄するようなセリフを言ってもいいのか？まさか、あんな大変な思いをしてお前を連れ出したのに？いや、だが時間は限られている。有効活用しないとな。今までの狩猟大会は、一日中、熊やヒョウの相手をしてばかりだった。だが、今回はお前がいる。他には何もいらな。確かに、ここは暑いな。